河内国、河内国、河内の国、河八の国は、日本の地方行政区分である両政国の一つ、機内に属する、七世紀に成立した。古事記には、河内の表記も見え、七世紀末、八世紀初めの、木管理例にも、河内と書かれている。河内の名が確定したのは、おそらく大宝四年、七百四年の国院中蔵寺で、 河内の名を持つ国のみ八津こには、大志高地の国像がある。また古代の大豪族の物のべしの勢力があり、東大阪市いすりは、その本拠地の一つであった。平気2年、716年4月16日に、大鳥軍、泉軍、姫ね軍を咲いて、泉間を分立させた。天平12年、740年8月20日に、 泉館を併合するが、天平法事元年、757年5月8日に、今度は泉国として、再び分立させた。小徳町の神語慶雲三年、769年に、よし、よしのみや、やが建設されるとこれを最強と称し、それに伴って河内国が廃止され、代わって、特別行政組織河内職が設置されたが、翌年元に戻された。 はびきのしつぼいは、武家の統領となった川内源氏が、本拠地とした地で、その祖、源、頼信やこの頼近、孫の義家の三代の墓が、川内源氏の菩提寺通報寺跡の近くに残っている。鎌倉幕府を開いた、源頼朝は、彼らの光栄である。鎌倉時代末期、南河内の豪族の楠木正重とその一族が、五代醐天皇に呼応して、 幕府打倒の兵を挙げ、下、も赤坂城、城赤坂城、千葉城に立てこもって、幕府の大軍を苦しめた。正重は、剣武政権で国士と死後の両方に任命されたが、足利高氏が反旗を翻して、南北朝の内乱が始まると、河内は主戦場となることが多くなり、正重の長男、正行は、高諸名を率いる室町幕府の軍勢と、城縄手、 史上なわてで戦い戦死した。室町時代、川内守護は三官令の一つ畠山氏が世襲し、畠山も特に、万行、三井へ、持国と続いた。しかし、持国の後目をめぐって、老いの畠山正長と息子の畠山義成が争いを続け、これをきっかけの一つとし、足利将軍家や守護の家督相続問題も絡んで、 日本の大半の地域を二分する王仁の乱が勃発した。王仁の乱が収束しても、両畑山氏の戦いは継続し、河内は戦国時代に突入した。正長は小学寺大阪市平野区で官僚細川正本と義成の息子義とよらに討たれたが、明王の政変、この久信は木の国にあって剣道従来を図り、河内、木の瞬後として、 帰り咲きに成功する。そして、種長の時に、吉成家の吉秀を討滅し、河内は統一されたが、長らく続いた戦乱によって荒廃し、実験は守護代湯座長教の手に渡り、守護は傀儡化されてゆく。細川正元が阿波から迎えた、養子、住本の子、春元の時代、阿波国から上落した三好長家は、湯座長教の娘を妻に迎えて、勢力を蓄えながら、 春元に従い、春元の意に従わない、久沢長政を、高井田、大阪深潮市高井田で撃つなど活躍した。しかし、長兄は後には、春元と対立、晴元方の三好正長を、江口の戦いで殺害して、春元政権を打破すると、将軍を傀儡化して、幕府の実権を握り、本拠地を、摂津の芥川山城から、河内の飯盛山城。 大阪府大東市に移し、以後機内において、三好氏は強制を誇った。三好長兄の没後、三好三人衆と、松永久秀が抗争し、河内、山和が戦場になったが、織田信長が上落すると、河内の北半国を、長兄の養子、三好義継、南半国を、畠山秋高、信長の妹婿に安動する。しかし、間もなく義継、秋高は、 元気平乱に前後して没落し、河内は信長の重臣、佐久間信盛の支配に入った。その信盛も後に、信長に疎まれ追放される。本能寺の変の後、橋場秀吉が清須会議の結果、河内を両国として抑える。秀吉が天下人となり、大阪城を築くと、河内の重要拠点であった和歌江城は、廃城となった。秀吉の死後、 関ヶ原の戦いを経て、徳川家康が江戸幕府を開くが、河内は秀吉の子、秀頼の両国として、幕藩体制には入らなかった。大阪夏の陣では、大阪城は外堀を埋められ裸城となり、牢城戦はできないと判断した大阪方は、京都から大阪を目指す徳川方を野戦で迎え撃ち、京阪間にある河内の各所で、戦いが行われた。主なものとして、 道明寺の戦い、五藤元寺 VS、伊達政宗、松平忠、水野勝成、真田信茂、北川千正、鈴木田金助 VS、伊達政宗、松平忠、水野勝成、矢尾、若江の戦い、木村重成 VS、井伊直隆、長祖壁森地 VS、東堂高虎などがあった。江戸時代になると、河内は天領及び旗本領が点在し、 大名としては、佐山藩の後北条氏、丹南藩の高岸の実が存在した。また、淀藩の稲橋の領地も多く存在した。河内国内に設けられた天皇の宮殿、宮、敬は、次の通り。国府所在地を記した文献は次の通り。国府は、現在の大阪府藤井寺市国府、総社にある国府遺跡、と推定されている。ただし、 奈良時代の間に一度移動しているとされる、どちらも現在の藤寺市内。天寺は同じく、柏原市国部登場を天寺にあったと推定されているが、平安時代には荒廃していたと考えられている。演技式内社、宗者、一宮以下。また、二宮には、御地神社、大阪府屋尾市御地中町が挙げられることがある。ただし、これは、河内国、 第二位の勢力を持っただけで、神社制度としての二宮となったわけではなく、二宮と呼ばれるようになるのも、近世以後である。その他、片野神社、大阪府平方市も、川州一宮を名乗っているが、実際には、片野方一宮であったものが、河内一宮と混同されたものとされ、三宮以下はない。上級の乱以前の守護の設置は見られない。 最初の守護所は不明であるが、その後、丹南、古市、和歌江、高谷と移った。河内国の範囲は、伊駒山地、金剛山地の西側に沿った南北に細長い地域で、現在の大阪府東部に該当するが、奈良時代の初めまでは、海側の泉国の領域も含んでいた。西の平野部は、縄文改新によってできた河内湾に、淀川、 大和川から流入する土砂が堆積して広がっていったものである。湾は古代に上町大地から北方へ伸びるサスによって塞がれて、関湖、河内となり、やがて新海地、新海池、大阪市鶴見区、東大阪市、大東市、深野,地深野池、根屋川市、門間市、大東市、東大阪市、四条縄県市の二つの広大な水域が残った。深野池の中の島、 三河の領主、坂頼りてる、山は、キリスト教を信仰し、領内に大勢の宣教師と信者を保護したため、坂は、機内のキリシタンの一大拠点となった。江戸時代、大阪から船で、淀川、深海地、深野地と進んで、飯森山の麓の野崎観音の近くまでそこをし、野崎参りをすることが、盛んになった。宝永元年、1704年に、 堺に向けて整流する現在の流路に山和川を付け替える工事が行われると、両池の水量が減少し、河野池神殿などの神殿開発が進められた。深海池は姿を消し、深野池もわずかに一部が調整地として残るのみだが、この地域にはかつての水郷の面影が今も見られる。山城国八幡京都府八幡市を起点とする東高野街道は、 コラが峠から入って、河内国を南北に循環し、長野、河内長野市で、西高野街道と合流してからは高野街道となり、君峠、橋本、和歌山県橋本市を経て、高野山へ至る。高野山参りが盛んになると、京都から高野山への山景道として、賑わうようになった。明治期の海廃以下は、大阪府による地域区分であり、軍の区分とは、 才がある。上記の自治体に含まれない地域は、以下の通り。この他に、1902年、明治35年4月1日、旧、北川地郡今津村が、摂津国、旧、東成郡榎本村に編入され、現、大阪市鶴見区のうちとなっている。鎌倉幕府、室町幕府、戦国時代、植法期、江戸時代の藩、楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。